残り時間もここに出てきます。なるほど。もう速度もターンの時間も決まってるから、もうこの時間で終わりますよっていうのが。そうです。そっか。トカチのこだわりが混ざり合う場所、メランジェラボ。北海道産のバター、小麦、そして目室ピーナッツをふんだんに使用。詳しくは概要欄から。一回止めて、中のちょっとシステム、タブレットを見てみたいと思います。はい、ということで、はい、この赤い線が湖上の境界線になります。はい、あ、はいはい。で、この黒い矢印のついた線がトラクターが走る経路になってます。ああ、なるほど、はい。今ここに止まってます。あ、もうしてこの茶色っぽいのはやりましたよってことですね。ここを割って、これからこちらの下半分の方を動きますよ、はい、なってます。なるほど、なるほど。で、このタブレットには地図が入ってますので、今自分がどこにいるのかこういう形で。お、ほんと Google マップみたいな地図ですね。わかります。はで、細かい設定は、例えば車速、はいはいはい、作業機の下ろして実際に作業する時の速度、はい、もうちょっと上げたいよ、下げたいよ、はいはいはい、あるいは旋回する時の速度、はい、戻ってくる時の速度も自由に設定できます。なるほどね。エンジン回転数もちょっとエンジン回転数落としたいな、上げたいなっていうのをここで回転数、はいはい、あ、なるほど。ちょっとぬかるむからはまり相談で回転数上げて行きたいよっていうこともできます。ああ、で、回転数と車速はこれ CVT なので、無段変速なのでここ自由に設定ができる。なるほど、 CVT だからそういうねこともできます。あ、そうか、そうか。で、これが前後のカメラです。あ、なるほど、はい、前後のカメラ、はい、これセンサーについてます、はい、あ、なるほど、これでちゃんとあのぶつかることはないということですね。そうです。あ、なるほど。じゃあこれで実際に、はい、このまま走っていきます。ああ、いいですね。はい。じゃあ行きます。はい。スタートボタン。行きます。ああ、なるほど。はいはいはい。なるほど。あ、もう。ずっとこの線をたどっていくってだけなんですね、もうあとは。そうです。これ、このパナソニックのタブレット自体が、はい、要はあの GPS の端末ってことなんですか。コントローラーです。コントローラーで、かつ GPS もたどっていくんですね。 GNSS、はい、これです。あー、なるほど。すごいですね、時間、そして進捗 49%、 だいたい半分が終わりましたよ。そうです。残り時間もここに出てきます。なるほど。もう速度もターンの時間も決まってるから、もうこの時間で終わりますよっていうのが。そうです。そっか、すごいですね。これは、このシステムっていうのはもうヤンバーさん独自の。そうですね、まあ、オリジナルの開発したシステムです。ああ、なるほど。これは実用、実の販売っていうのはもうされているんですか。これからですか。もう販売してます。あ、販売してるんです。してます。結構導入されている方もいらっしゃるんですか。トカチで、はい、累計で35台ほど入ってる。すごい、そんなに出てるんすね。で、最近で言うと、はい、JA 川西、大広川西農協さんの方で、はい、まあ、事業の関係ですけども、はいはい、18台入りました。そうだ、なんか新聞で見ましたね。確かに、なんかあの、なんか式典みたいなのしましたよね。そうです。あ、ちょうどいいの。私は入団します。ちょっと見てみましょう。は触ってない。かつ前行詞のレバーも使わない。
やっぱりこれってね、こう、なんですか、安全性とかって、こう、なんていうんですかね、心配される方はいると思うんですけども、はい、やっぱりこの、前、後ろのセンサー、カメラで見てるから、はい、そこは間違いなく、出ることはないよっていうことですね。そういうことです。なるほど。ちょっと僕あの不安な部分があるのが、はい、あの僕の畑って結構大風林があったりするんですよ、はい、その下入っちゃったら、はい、その GPS のアンテナとかってどうなるのかなって思ったりしたんですけど、はい、一応これは4衛星対応してるので。ああなるほど。衛星はかなり数、今多分おそらく25から30個ぐらいの衛星は撮ってるので。なるほど、はい、大風林の際でも切れることはないってことですね。そうか。じゃあそういったところでも全然いけるよってことですね。ああ、そうか。最初やることは補助を回って、あとは作業幅決めてっていうぐらいですか。そうです。あとは作業機のね、深さ運では自分の設定をすればいいですね。ただただこの乗っている時間がもうあとはやってくれるよってことですね。いやー、まあ、すごいですね。そう、このトカチにもそれだけ入ってるんですね。入ってます。すごい。でもやっぱこのシステムはね、海外でじゃあね、マッセイ・ファーガソンだとかジョン・ディアだっていうことはないですもんね。だから日本だからできる技術というか。その通りです。なるほど、変わってきます、来るかもしれないですね。日本の農作業に合った YT のトラクターでできる操作です。いやいやいや、ありがとうございます。一旦これではい、ありがとうございます。いやー、マー君さん。どうでした？すごいっすね。すごいでしょ。はい。すごいでしょ。もうそれしか出ないでしょ。すごいということしか思えないです。はい、そうですね。これ今僕が驚いたんですけどね。はい。トカチに35台入ってるという。あ、もう入ってるんですか？そんなに入ってますか？入ってます。早いですね。すごいですね。はいはい。障害物とかあってもね、トラクター側が勝手に止まるんで。あ、ね、うん、だから安全面は本当に安全みたいですよ。人がの運転するよりは間違いないっていう。本当に人は間違いあるけど、あるね、そうロボットはやっぱり、うん、本当だね、はい、大丈夫みたいですね。はい、すごいですよね。はい、いやすごいです。すごいしか出ないですね。はい、いやでも本当にこれは、うん、はいね、はい、やっぱ人手が、まあ、僕らの農業って基本やっぱ家族経営じゃないですか。あ、そうですね、うん、で例えばね、うん、今やってくれるあの家族がいるからってできてたものが、はい、今後できなくなった時、うん、あ、そうですね、まあ、はい、従業員を入れるか入れないか問題もあるじゃないですか。あ、そうですね、うんうん、だからやっぱりもうなんかこうね、あのなんていうんですかね、はい、あの従業員入れるなら、うん、まあ、冬の仕事も作らないとならないとか、あ、はいはいはい、うん、まあ、雨の時でもとか箱詰めをするとか、そういういろいろな考えがあるのか、はいはい、ただやっぱりこう経費もかかったりとか、うんうん、経営判断が難しいですけど、はいはい、このあれ、トラクターがあれば、うん、今の家族経営、うん、まあ、人が少なくなっても、そうですね、できる経営ができますよ、はいはい、ね、まあ、従業員入れたいと言ってもね、やっぱり今人手不足じゃないですか、うんうん、日本全国どこ行っても、うん、そうだね、だからやっぱりこういう時代に進んでいくんじゃないですかね。そうですね、はい、人を入れたくても入れれないっていうところもやっぱあると思います、ね、はい、だから、はい、まあ本当ただ、うん、ね、新しくすげえっていうよりは、うん、経営を考える上で、うん、これは通る道かもしれないです ね、うん、そうですね、選択肢に入ってきますよ。いや本当だよね、はい、1人、うん、ここで1人いたらなっていうのが、ね、ありますよね、うんうん、ある、うん、だこれね別に2台じゃなくてもいいわけですよ、うんうん、
下手したらね、この畑5台ぐらい動いてる可能性だってある。リモコンだらけ、じゃらじゃらじゃら、首からリモコンだらけ、どれがどれだみたいな、俺のやつだみたいな、俺乗ってるやつだ、止めちゃったみたいな。人は間違いますけどね。そうですね。人は間違いますね。そうですそうです、はい。いやいや、本当にね、うん、ありえますよ。ありえますよね、うん。今ね、まだ油圧計はできないんだって。あ、なるほど、うん、なので、でも今後はそういうのもやれるように今、うんうん、特大とかでやってるんですよね、研究を。あ、はい、ね、なので多分そっちにもいつかはできるようになると思います、うん、はい。まあ、だから、はい、あのできることは任せて、うん、そう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 、うん、そういうできないことは自分でやるっていう住み分けをすれば、うん、そうですね、いいわけですね、はい、うん、とってもお利口ですよね。はい、PTO は忘れちゃできるんですね、PTO も回せるから、うんうん、はいはい、うん、十分じゃないですか。いや、そうですね、十分すぎるほど十分、成長してくれたけど、はいはい、うん、成長して、そこからね、はい、あとは、はい、あの、そうですね、はいはい、まあ、でも早いよね、 GPS 出た、うんうん、スパンから見たらすごい早いですよね。もうロボットになって、もう下手したら10年後は防除とかもやっちゃうかもしれないですよ、うん、このスパンで行くと、はい、すごいね、うん、はい、ヤンマーだけですからね。いやね、はい、ヤンマーだけですよ。そう、はい、思ってたんですよ、はい、あのヤンマーだからできるっていう、ね、そう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 、まあ、うちらだったらやっぱりほら、うん、まあ、セファーガソンとか、ね、そう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 、ジョン・ディアとかってなんかあるけど、うん、そういうシステムはこういうのないじゃないですか、うん、ないない、はい、だ日本には日本にあった、うんうんうん、あの、なんちゅうんですかね、日本のために作られたような機械ですよ、これ、うんうん、はい、海外は多分今大型化に向かってるんですよ、うんうんうん、きっと、うん、そうだね、うん、日本はこういう細やかなのを目指してやってるから、うん、はい、今お褒めの言葉いただいております後ろから小川原さんにいいねいいねいただいて、僕もちょっと気持ちよくなってちょっとチラチラ見ちゃいましたあ、そんないいこと言ってんだ俺みたいな本当ですか、はい、いや、はい、あー、もう素晴らしい、いいねいいねもらってますから、ね、後ろからいいねいいねもらってますから、はい、1台打ててもらったらいいですもう1台って言わず2台3台はい宣伝しますから、はい、そうですね、はい、いやー、はい、本当に、うん、いやすごいものを見させてもらう、そうですね、うん、本当にすごい体験してます、正直欲しいですね欲しくなっちゃってます。これお値段とかはあんま言わないほうがいいですか、はい、言えないですよね、さすがにね、はい、はいはいはい、あー、まあまあまあ、そうですよね、それシステムのタブレットついてるんですか、あ、GPS もついてか、ああ、なんか思ったより安かったね、うん、うん、ロボットだから2000万も2500万もねいくかなと思ってたけど、あ、要は単純にあれですよね、あ、その YT のトラクターにプラスこの自動運転というかロボットトラクターのシステムを乗っける金額だったな、あ、なるほど、ってことはあとはトラクターによって値段変わるけど、うんうんうん、うん、なるほどね、システムだけで1000万とかそういう話ではない、はいはいはい、そういう話ではないですね、プラス何百万円っていうことだから、はいはい、GPS 入れるつもりだったら、うんうん、あれ入れたらいいよね、間違いないね、うん、GPS 入れるつもりなら絶対ロボット入れた方がいいね、うん、だわ、すごいですね、はい、これ既存のトラクターにはつけてってのできないですね、ほらそれ用につけちゃうから、本当に、はいはいはい、はい、そういうことみたいですね、なので新しく、はい、まあ、ヤンマーだとか、はいはい、あ、まあ、入れ替えましょう、入れ替えましょう、はい、今トラクターも中古高いからそうだね、はいはい、うん、本当だわ、はい、なるほど、はい、素晴らしいですね、これもしかすると、こういう技術のものだから、はい、事業を使ってるとできるかもしれないです、ああ、うん、あるかもしれないですね、うん、はいはい、うんうんうん、はあ、すごい、はい、はい、すごいの一言で、そうですね、はい、まあ、MP チャンネル割と機械好き多いんで、ああ、そうですね、ちょっと機械映ってるあれはないですけど、ああ、そうですね、はい、はい、トークになっちゃったね、いや、まあまあまあ、そうだね、うん、たまにあのターンして帰ってくるトラクターを映してるあとは中で、はい、あの、はい、
小原さんの手元の、はいはい、説明がタブレットを撮ってるって感じ、うん、なるほど、まあまあでもこれは、うん、これは説明しかないじゃないですか、まあ、そうですね、うん、はい、いやでもみんな気にはなってると思う、そうですよね、はい、うん、いやここまで進化してるとは思わなかったです、僕もね何年か前からロボットトラクターって聞いてはいたんですけど、うん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 、まさかここまでものになってるとは思わなかったですね。いや本当にあんまり僕もあんまり、はい、正直言うとどうなのみたいな、はいはいはい、めんどくさいんじゃないの、うん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 、大丈夫だな、はいはいはい、そうですよね、そうですよね、うん、うん、大丈夫だ、ね、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ、そう思ってるそこの君大丈夫だロボットに任せとけ、そうだね、はい、あの君より間違いなく正しい仕事をするそうだ、うん、そうだわ、ボタン押し間違えたりしないですそうだね、ちょっと旋回ああ遅かったとか、そう、あ早かったとかないよ、ないね、うん、うん、正確な軌道を描いてま、ね、っすぐ入ります、そうですね、はい、はい、間違いないです、はい、まあ、この感動をね伝えれればよかったかなと思います、はい、今回の動画は、はい、はい、ということでちょうど帰ってきたところで、はい、そうですね、まあ、締めていただきたいと思います、はい、ロボットトラクターまだまだ進化してます、はい、でやれることもこれから増えてきてます、はいはい、まずは今入っているトラクター全部入れ替えましょう、入れ替えましょう、はい、じゃああれですね、はい、次回は土屋、はい、ロボットトラクターを買うでまたお会いしたいと思います頑張ります、買えるようにね、はい、頑張ります、はい、じゃあ、はい、またの動画でお会いしましょう、バイバーイ。